するかと言いますとですね、ちょっとこの中でもう説明していきたいと思うんですけど、あの皆さんね、なんでね、大空すばるといえばね、116デシベルみたいなね、噂がまことしやかに囁かれているか知っていますか？まあ、本当にホラゲーの実況でそういう実験をしたことがあるんだよね。110スバルって何デシベル出てんのみたいな、こう出たことがあるんですけど、でそれをスバルがその音量を測る機械を買ってきて、でその測り出したところから全てが始まったんだよ。で今回ね、このね、夜間警備、なかなか怖いと噂なんですが、じゃあ、今どれぐらい出んのみたいな。あれからもうね、1年ぐらい経ってんだけど、経ってると思うんですけど、スバルは。まあ、実際ね、あれからね、どれぐらいね、出るようになっているのか、というのをね。え？何？何デシベルでしたか？はあ、怖かったマジで。やっぱ117デシベル。あれ、じゃあ1デシベル更新じゃん。1デシベル更新じゃんマジで。はあ、怖かった。もうなんか音が怖い。チラズアートのこの1デシベル更新しました。